曜 AM 知事のレディオバー、皆さんこんばんは。このレディオバーは日曜日の深夜1時だけ開く不思議なレディオバーでございます。本日は2023年6月18日日曜日の深夜1時ということで、今夜もオープンしたいと思います。支配人のしぎれもんです。さあ、ということで今日も様々なお悩みについてあやこへ行っていきたいと思いますけども、まず一つ目のお悩みですけども、婚活ですね。まあ、婚活で知り合った相手と、まあ、交際に、まあ、発展する前に断ってですね、向こうにブチッと切れられるというようなお悩み。そして社交辞令、まあ、これは日本人に特有なのかもしれませんけども、まあ、こちらの社交辞令が非常に疲れるというね、今回の悩み2つ、白身的見解を今日はこの後お送りしたいと思います。そしてサンデーナイトレモメンドはハッピーバースデーポール・マッカートニーということで、今日は、ポールの楽曲をね、3曲お送りしたいと思いますが、ザ・ビートルズのレジェンドポール・マッカートニーさんがですね、ちょうど、ね、本日6月18日お誕生日ということで、81歳ということでね、すごいですよね、本当にね。今日はポールの80年代のグッとくる名曲3曲をセレクトしております。ぜひ、チェックしてみてください。今日も深夜になりますけども、どうぞお付き合いください。この番組は不思議音楽レーベルカフェ&バー不思議チャイの提供でお送りいたします。日曜 AM 1時のレディオバー、今週はマスター不思議もんがあなたの悩みに一刀両断する日曜 AM 1時のお悩み相談。それではまず最初のお悩み行ってみたいと思います。婚活で交際断り切れられるというお悩みでございます。お悩み解決掲示板より、婚活で知り合った男性に、交際を断ったら切れられました。相手がバツイチだった、かっこ子供いません、ことに私がすぐ気づかず、かっこプロフィールをよく読まず、お茶してお互いに好意を持った感じでしたが、再度彼の経歴を見ると離婚歴が、ありだったので交際を申し込まれましたが断りました。すると相手の男性が、あなたはいい年して独身なのにと切れてきました。またあなたはバツイチに差別意識があると、確かに私は30歳を過ぎたアラサーですが、かっこお相手はアラフォー、できるだけ初婚希望です。彼はバツイチが理由なら納得いかないと言い、この話は保留に。どうすればっていうか、こんな理由で断る私はおかしいんでしょうか、差別意識が強いんでしょうか、というお悩みでございますけども、不思議もんアンサーですけども、バツイチとか関係なく単にその男はうざいですねということでうざくないですか、殺したっていう感じもするんですけども、まずですね、まあ確かに相手のプロフィールをよく読まずにお茶をしたりとかね、そのよくわからないのに好意を持つというこの悩みの主さんも確かに問題はありますけども、やっぱり人それぞれね、相手に求めるものがあってですね、やっぱり過去に結婚してる人は嫌だというのは別に差別意識とかじゃなくて、それ単にやっぱり自分のね求める条件の一つなわけであってですね、それに当てはまらなかったら、あ、そうですか、わかりましたって終わりの話じゃないですか。それをなんかすごくこう切れるとか、なんか差別意識があるってなんか逆切れするとか、いや、そういうもの全く関係ないじゃないですかと。例えば10代の女性とか、昔結婚したことがある男性とお付き合いできますかって聞かれたら、ほとんどが、やだって言うと思うんですよ。じゃあ何、10代の女性はみんな差別意識があるのかということじゃないですか。それってやっぱり自分の中の条件の一つに過ぎないわけであって、それが何かすぐこう差別意識とかそういうものにつながるかっつったら全くつながらないと思うんですよ。単なるタイプというか好みなだけの一つの条件であってですね、やっぱり女性も様々な考え方があるから、なんか他の女の人と結婚しちゃった男のいろいろそういう関係を持ったね男性、もちろん恋愛ならともかくね、濃厚な結婚生活をした男性とね、私は一回も結婚したことがないのに、あんまり結婚したそういう人とまた結婚したくないなって
思ったりするっていうのは別に何か差別意識とかじゃないですよね。やっぱり自分も、相手も初めての結婚がいいなって思うのはなんか別に女性として普通な感じがするんですよ。問題はだからこの男であってですね、こんな男もうねありえないですよすり考えて何なのって思う、なんてその懐の狭さっていうかね、器の小ささ、それは離婚するよねってボロカス言っておりますけど、だから僕はね、そのマッチングアプリとかこういう婚活とかやらない方がいいと思うんですよ。ろくなやつがいないから。あのモテるね男性とかモテる女性はですね、登録しませんって、で散々相手の男が綺麗ってですね、この女性はね初めて結婚する方が希望というふうに言っていて、で彼は彼でバツイチが理由なら納得いかないといい、この話は保留にっていう、保留って何ですかっていう、そのなんかご飯を保温するかごとく何ですかねっていう、炊きたてのご飯をそのまま温存するんじゃねえよみたいな感じの、あの恋愛においてですね、何なんですかね、すぐ断ったらいいんじゃないですかね、ろくな男じゃないと思いますけどね僕はこんなことでさ切れるってさ、差別意識とか言う男ってさね、40歳も過ぎてなんだかね、僕はもうこういう方はもう本当に関わらない方がいいんじゃないかなと。さっきも言いましたように婚活なんかで、こうね相手を見つけない方がいいんじゃないかなとやはり思うんですけども、 CM の後次のお悩みです。シーレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シーレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そして不思議レモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、不思議レモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、 月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビジョン、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円。不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。日曜夜道時のレディオバー、今週はマスター不思議レモンがあなたの悩みに一刀両断する日曜夜道時のお悩み相談。それでは次のお悩み行ってみたいと思います。社交辞令は疲れる。さあ行ってみましょう。すぐに調子に乗っていつでも誘ってとかいつでも遊ぼうと言ってしまいます。本当はとても面倒くさがりなので、本当に遊ぼうと言われるとすごく疲れてしまいます。社交辞令というやつです。また遊ぼうねとかいつでも誘ってみたいなことは言いませんか？またいつでも誘っていいと言われたら気軽に誘いますか、というお悩みでございます。不思議のアンサーですけども、使い方によっては社交辞令は便利なのではないですか、ということなんですけどもね。これ社交辞令を使わずにはっきり物申すとどうなるかというと、もう誘わないでください、いや別に行きたくないですそうなっちゃいますよね。どうこの後飲みにでも行かないとか言われたら、いや行きたくないですってね、じゃあどうなるかって言ったら、やっぱり角が立ちますよね。ですから社交辞令というのはやっぱりある種その相手との仲を円滑にね、こう保つためのまあツールと考えていいんじゃないですかね。まあ、日本人はどちらかといったら社交辞令が多いという形になると思うんですけども、それはやっぱり文化の違いというか、アメリカの、みたいにイエスノーでこう分けられる文化じゃないから、どちらかといったら、あまり角が立たずに相手の反応とかそういうものに自分がこうブサッと刺さるようなね、こう嫌な気持ちを回避するための社交辞令だと思うんですよね。
ですからまあ空気を読むとかよくまあ言われることだってするんですけども、ですからまあこういうのはうまく使ったらいいんじゃないですかね。僕なんかも例えば知り合った知人とかにですね、なんか動画飲みに行こうよみたいな感じね言われてね、今度ねいつか行こうよとか言われたら、いやいいですねって言いますからね。で絶対行きませんからねいやそういうもんですよ、便利ですよ。そこでだってね、飲み行こうよって言われて、いや行きたくないですって言えませんからね。うん、なんかその時はいいですねって言ってね、で LINE 教えてよとか言われて、あ LINE やってないんですよっていう感じでいいんじゃないですかね。うん、そのまあ言ったら相手を傷つかない、傷つかせないための社交辞令ですから、うまくうまく使って、結局行かないという形でいいんじゃないですかね。本当に遊ぶ必要とかないと思いますよ送りしたのはシゲレモンで雫スタジオ弾き語りライブでした。日曜の夜に聴きたくなる3曲をセレクト、サンデーナイトレモメンドのコーナーでございます。今日はポール・マッカートニーということでね、ハッピーバースデー、81歳の誕生日ということで今日誕生日なんですよね。すごいですね、81歳のロックミュージシャンってのはかっこいいですよね、本当にね。3曲セレクトしてみました。1曲目、今日はね80年代セレクションということでポールの楽曲が過去にね何曲かご紹介したと思うんですけども、80年代くくりということで、まあこういう偉大な方なんでこういうくくりもできるわけなんですけどね、各年代でね、1曲目 No More Lonely Night Nights ということでね、一人ぼっちの Lonely Night という、いやなんかやっぱりいい歌ですよね。なんか 80s をこう彷彿させるポール流の 80s、サウンドという感じのね、この歌好きなんですよね。2曲目 Once UponA Long Ago、 これもね非常に、80s 感がするナンバーでね、ポールの 80s 感もなんかちょっと染みるような感じで好きなんですよね。そして3曲目が Coming Up ということでね、80年代開幕の、まあ、新たなポールのね、チャレンジのようなね楽曲でございます。こちら3曲しげれも公式の方でお聴きできます。ぜひチェックしてください。ポール・マッカートニーさん誕生日おめでとうございます。皆さんにとって良い1週間であることを願いつつ、私はこの辺でおやすみなさい。